こんにちは、早川洋平です。石平恋と仕事と社会の Q&A、 今日は第102回です。皆さんお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日は30代女性です。まさに30代ですね。はい、こんな質問いただいています。井田さんの人生設計について。うわ、はい、一番聞いちゃいけない、そんなって怒られるか、はい、一生かかるお金を試算してみて、過ごし方でかなり差があるかなと感じました。海外移住やきめ細かいサービス付きの介護施設など選択肢も様々です。井田さん、何歳まで仕事をして、仕事を終えたらどのように過ごし、人生の最後はどこで過ごしたいですか。可能な範囲で人生プランを教えていただきたいです。うわー、でもさ、これよくありますよね。ファイナンシャルプランナーの方が人生でいくらとかね、退職するときに何千万ないと困るみたいなことを言いますけど、あの、嘘っぱちですから。その段階で例えば戦争が起きてるかもしれない、リーマンショックみたいなことが起きてるかもしれない、もう長い目で考えたら無理なんですよね。だから僕は人生設計は厳密には基本的にできないもんだと思うんですよ。で、僕の仕事だと小説を書く仕事なので、頭がボケない限り、ずっと仕事できるんですよね。なるほど。なので、少なくとも、ここからもう20年ぐらいは多分嫌でも仕事をすることになるんだろうなと。だから、仕事を終えたらって言いますけれど、はい、どこかの段階で綺麗に終えて 100% リタイアするっていう人生は僕にはもうないので、そういう意味では仕事に比率を落として、その余暇の時間を割合を増やしていくぐらいの感じの、人生の後半しか考えられないんですよね。その割合ってやっぱりちょっとずつ減ってますね。やっぱり70代を過ぎてしまうと、バリバリ小説を書ける人ってそんなにはいないので、多分やっぱり量が減るんじゃないですかね。まだちょっとわかんないけどね。そうです、ね。今まだね、すごく元気なので。今井田さんね、ご自身の、まあ、ケースをおっしゃいましたけど、はい、なんか個人的には、イラさんが特別じゃなくて、対局でいけば今言ったように、あんまり考えすぎても、とは思うんですけど、そうだね、どうでしょうね。それにみんなも、今ね、60歳か65歳か分かりませんけど、その後で小銭稼ぎができる仕事を、なんか作っておくべきなんじゃないかな。そこはやっぱりありますか。月に5万円でも10万円でもさ、その年金とか貯金以外で小銭稼ぎができて、その仕事が自分にとってちょっと楽しいなっていうようなことを今のうちから磨いていけば何ができるよ。 ね、それがいざその時に5万円稼がなきゃいけないでやるのはきついですけどね。でも若いうちからいろいろ、今だったらほら、メルカリみたいなさ、確かに、せどりみたいなこともできるじゃないですか。僕も本屋さん、古本屋さんを回って、はい、ね、本を見る目はあるので、はい、それをある程度の値段をつけて、アマゾンだったりメルカリで売るような仕事は、今日明日からでもできると思いますね。確かに。カメラのレンズとか、オーディオ機器とか、CD 本、いい、ちょっといいブランドの、はい、古着、だからそんなのはもうね、いくらでもできますよね。そういう、なんだろう、自分でできることって、なんか、ちょっとうがった見方すると、それはやっぱりイラさんの場合はできるイメージ僕もあるんですけど。いや、でもみんなでも自分がこれ好きだってことあるじゃないですか。例えば、縫い物が好きだから、はい、編みぐるみを出そうみたいな、そんなことでいいんですよね。やっぱりそれ、コツはやっぱり時間かけることじゃないですか。ゆっくり焦らずに。あとは、自分のセンスを生かすことだと思うんですよ。なので、今ある好きなものとか好きな趣味を、きちんとそれなりに突き詰めていけば、いつかそれで小銭稼ぐぐらいはできるようになるよというふうには言っておきたいですね。そういう意味ではね、まだこの方30歳だから、もう十分ね。だから、これ、前回のエッチをする前から性病について考えている人と一緒で、30歳で本当に年を取る前から老後を考える必要ってないんじゃないですか。あと10年、とりあえず、バリバリ思いっきり遊んで、いろんな仕事やいろんな趣味を育ててみて、それから考えてみません？確かにそうですね。で、ちなみに僕は海外移住はないな。あと、介護施設とか、そういうホームには絶対に入らないと思います。うちの父親も亡くなる直前まで、ちゃんと暮らしていたので、もともと割とみんな体が丈夫だくし、家計の中でね、はい、認知症みたいにも出ていないので、多分、最後の最後まで自分の家で過ごせると思うんですよね。それがいいっすね。なので、人生の最後は、多分、どこか東京都心で、それは一軒家かマンションかわかりませんけれど、はい、そういうところで、
普通の、なんて言うんでしょうね、おしゃれなおじいさんになって、ねえ、コンサート行ったり本を読んだりしながら、ある日エッセイを書いている途中か何かで、書斎で倒れている、はい、素敵じゃないですか。でもやだね、その最後のエッセイがさ、清流についてとかあったら未完のエッセイ好評って言って、清流とどう向き合うかみたいなのを書いてたらね、発見みたいな、ちょっと見たいような、うん、見たいな、いや恐ろしいですよね。でも、なんでしょうね。まあ、その先週の方も今週の方も、まあ、いわゆる30代で、うん、イラさんのおっしゃってることを分かりつつ、ただ自分も振り返ってみると、うん、やっぱりこのぐらいの時考えましたね。やたら人生設計の本読んだりして、うん、でもやっぱ暗くなって、うん、その後、まあ僕は、まあ、幸運にもイラさんとかいろんな方会えたんで、もうなんか、いい意味でどうでもいいかみたいに。だどっちにそこで触れるか。いや、でもね、そこに関しては多分一緒だよ。一緒。みんな一瞬考えるんだけど、やり続けられなくてどうでもよくなるっていうのがほとんどの人間なので、うん、この人も来年にはすっかり忘れて、なんか飲んで歩いてると思いますね。それでいいんじゃないですかね。うん。ただ、その人生設計どうこうっていうんであれば、海外、世界の株の積み立てみたいなのやっておくといいかもね。ああ、そこはずっとおっしゃってますよね。うん。この20年ぐらいでも、実は海外株の積み立ては、どこかの、ごくごく本当に世界分散投資で、はいはい、ヨーロッパ、アメリカ、アジア全部を買うやつで、700% ついたって言ってましたね。この20年で。700% ですか。だから100万円が800万になるってこと。すげえな。なので、それを今のうちからコツコツやっておけば、月に2万円ぐらいでいいと思う。うん、あとはもうあんまり余計なこと考えずに、ね。考えない考えない。で、値が上がっても下がってもほっておく。で、10年、20年やれば、はい、そこそこ行ってますよ、必ず。そうですね。なので、世界の人類がみんなでバリバリ頑張って稼ぐところに乗せてみましょう。はい、ということで、はい、そんな楽しくいきましょう。そうですね、でも老後のことは本当に心配しても無駄。そうですね、人間の生き死にっていうのは当人ではどうにもならないことなんで、ほっとくしかないよ、運命だもんですね、はい、さあこの番組では皆様からの質問を募集しています。また、イラさんと双方向でつながれるオンラインサロンの会員も募集しています。詳しくは公式ホームページをご覧ください。今日は第102回でした。イラさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。